皆さんこんにちは。本日ご紹介するのはこちらのマイクロソリューションという会社から出ている最近話題のブルーライトをカットするという機能付きのアンチグレアフィルムになります。ブルーライトをカットするためにこのフィルム自体がちょっと色がついているように見えるんですけど、こちらにですね、今実際にフィルムを貼った iPhone を用意しました。傾けるとちょっと電気を消した状態では青く見えます。でもこう電源をつけるとですね、白いところはちゃんと白く見えて、日常で使う分にはそんなに影響がない感じになってます。ちなみに僕マイクロソリューションから出ているアンチグレアフィルムの大ファンでずっと使い続けているんですけど、僕がお気に入りの点はですね、まず指触りがものすごいサラサラなところと、アンチグレアフィルムって貼るとモアレというか干渉が起きてしまって、こう白い画面の部分では虹色に滲んで見えてしまうんですけど、このフィルムだとですね、全然滲んで見えないんです。すごく綺麗に白い部分も見えます。さらに付属品が充実しているところも気に入ってて、こう簡素なパッケージに入っているんですけど、厚手のクリーニングクロスがついてくるんです。合板でずっと使い続けられるようなクロスになってます。個人的にはもう何回か買ってて3枚ぐらい家にあるぐらい気に入ってます。ブルーライトカットということで、なんかこれを貼って iPhone を使っているとちょっと目が疲れにくくなっているかなと感じました。目もですね、画面も保護したい、そんな方はぜひこちらのアンチグレアフィルムチェックしてみてください。液晶保護ガラス薄さ 0.2mm、 この 0.2mm になって何が嬉しいか、私ね iPhone5S を使ってるんですけど、 iPhone5S の新機能っていうのがこれあるじゃないですか、タッチ ID、 要はこの指紋。